ゆうとび、本日の車内がこちらでございます。夜景スナップ。では早速到底屋上、はい、ということで本日は夜景を撮っていくんですけども、これです、これ今回は。おー、このね、ヘリオス44っていう4300円ぐらいでね買ったこのオールドレンズを使って撮っていこうと思います。 58mm の F2 っていうね、なかなか意味のわからないスペックの単焦点レンズなんですけども、オールドレンズの中ではね有名なレンズなので知ってる方も多いんじゃないでしょうか。ぐるぐるボケがねすごくなるレンズでございます。40年ぐらい昔にねこう売ってたこのオールドレンズをつけて、このね夜の商店街とかなんかそういうノスタルジックな場所に来ましたので、果たしてどんな感じのいい雰囲気の写真が撮れるのかね、早速ねまずはここで撮っていこうと思います。ということで、まずはここから縦構図で撮っていこうと思います。これ今ねヘリオス44のレンズ越しの映像でございます。若干今日は手ぶれするかもしれませんが、ご了承ください。どうでしょうか、どうでしょうか。この時点でねこうボケる感じとかがめっちゃ面白いんじゃないでしょうか。こんだけボケます。あー、目がおかしくなる。ということで、まずはねちょっともう試しに1枚ね簡単に撮っていこうと思います。両脇にね謎に身長の高すぎるね規格外のシャッターがありますので、ここはねもうシンプルに縦構図で撮っていこうと思います。ピント合わせレッジはレンタルコーナーちまちょこりぐらいに合わせてみましょうと思いましょう。ということで、一旦どんな感じの写真になるのか早く見たいので、ここを縦構図で撮っていこうと思います。で、設定していきます。とりあえず安定の A モードからの、まずは F 値を決めます。 F 値をオールドレンズっていうのは F 値をねこう電子的には決めれないので、ここは F00 になってますと。なので手動でねまず F 値を決めます。ということで、あるからこのレンズのねこの辺に絞りリングみたいな回せるところがありますんで、これを回すと中のねこの絞りバネっていうのが開いたり開いたりねこうやってなるんですよ。なので F 値をね小さくよくボケさせようと思ったら、この中の絞りバネが一番大きく開いたこの状態です。これが F 値2です、今。ということで、 F 値を2にした状態で手ブレしないようにしたいので、 ISO をちょっと上げて320ぐらいにします。そしたらシャッタースピードが手ブレしないスピードになったので、この設定でどうでしょう。はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、ちょっとだけね、なんかオールドレンズらしい感じが出てるのかなと思うんですが、言ってなんか割と普通の写真になったかもしれへんな、これ。なんとなくノスタルジックな感じにはなってるとは思うんですけどもね、これはちょっとオールドレンズの本気をまだ出せてないんじゃないかなと思いますんで、もうちょっとこいつが生きる場所を探したい。そんなお年頃。もうちょっとなんか光と影と明暗差があるところに行った方がいいかもしれへんな。もうちょっと探しましょう。ということで、次。はい、ところ次なんですけど、次はね、ここで撮っていこうと思います。ここね、奥のね、岡村商店っていうところだけが輝いてて、で、手前はね、こう真っ暗なんですよ。手前が暗くて、奥だけが明るいっていうね、珍しい感じだったので、ここをね、横構図で撮っていこうと思います。ほんでね、こうなんかこう、若干こうやって近づいていくと、こう左下にね、ちょうど自転車があったりとか、で、ちょうどね、ここを人が通ったらね、こうやってシルエットになるんですよ。なのでね、そういうシルエットとか自転車を手前に入れて額縁構図っぽい感じにしていこうと思います。前傾ですね、前傾をね作っていこうと思います。ところで、ここを横構図で撮っていこうと思います。なんか不思議な雰囲気や。で、設定していきます。今回も F 値はちゃんと手動で一番低い F2 にしました。これで頑張って暗い中でも明るさを確保しますと。ほんで ISO320 やったらまだちょっと手ブレしそうなんで、もうちょっとだけ上げちゃいましょう。 ISO を800まで上げます。そしたら手ブレしないスピードになるので、この設定どうでしょう。はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、ちょうどこの右の手前にねカップルがいい感じで歩いてきてくれたので、シルエットにして入れてみました。周りはねただただ暗いだけじゃなくって、一応このシルエットとか左下に自転車とかを入れて、ちょっとだけ遊び心を入れてみました。でもなんかさ、こうせっかくやからオールドレンズで玉ボケの写真を撮りたいんやけど、意外と玉ボケにできる被写体がうまく見つかりません。ただ何としても絶対に今日は見つけたいと思います。ということで、次。はい、ところ次なんですけど、次もね、こうまためちゃめちゃなんかいい感じの雰囲気のところを見つけました。まるで映画の世界みたいです。多分な、これなんか線路の下やと思うんですけどもね、いい感じの怪しげな雰囲気の道でございます。で、ここをね、もう普通に横構図で撮ろうかなと思って、いろいろ試行錯誤してたんですけど、なんかね、こういまいちパッと行く写真にならなかったんですよ。で、そんなこと思いつつね、後ろを振り返ってみたら、後ろは後ろでね、めっちゃこうやっていい感じの雰囲気なんですよ。と
ということでね、ここを縦構図で撮っていこうと思います。そうでね、この目を引く神戸紹介を縦構図にした時にど真ん中に上の方に入れます。ほんでね、この手前に逆さになったキリンの瓶ケースとかがあると。で、ね、この奥の方がちょうど明るくなってるじゃないですか。こういうね、日とかを撮るとき、奥行き感を出したいときっていうのは、写真の奥が明るくなってて、手前が暗い方がなんか奥行き感がね出るような気がユートリアしております。ほんでね、この辺の手前の質感とかも非常にいい感じなんで、ここを縦構図で撮っていこうと思います。もうオールドレンズもう雰囲気めちゃめちゃ合ってるね。これで設定していきます。今回のこの場所もやたらめちゃめちゃ暗いので、これはさすがに ISO を上げざるを得ないということで、 ISO を1600まで上げます。どうしよう、なんかこれ以上上げたくないな。3200、どうします？これ皆さんやったらどうする？ ISO 上げてちょっと画質悪くなってもいいのか、 ISO をねこうやって下げて人間三脚に自分がなるのか、これはもう本当に悩ましいところですが、ユートリア人間三脚になろうと思います。ブラさんように頑張るぞ。ということで、この設定で撮影場はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、奥の光に輝ける部分がめっちゃいい感じになりました。よっきよっき、スタート。反射してるさ、この辺の質感がめちゃめちゃいい感じにやっぱ映ってくれる感がありますね。綺麗綺麗、雰囲気めっちゃええわ。ということで、次はい、ということで次なんですけど、次はね、このなんか変わった形のね、UFO みたいな形の街灯を撮っていこうと思います。まずね、ユートリコを歩いてて、この密に目が行ったんですけど、なんかね、この密うまいことね、撮ることできへんなと思ってたんですよ。そしたら、向こうの方にもね、これです、これです、これです。いっぱいね、UFO が飛んどったんですよ、UFO が。見てください、ここにもね、UFO がこうやって飛んでおりましたと。この場所の方が、なぜかね、こう、斜めになってたりするんで、ほんまにね、UFO 感が出てると思ったんですよ、ユートビー。ということで、ここを横構図で撮ります、横構図で。で、奥にピント合わせたり、一番手前にね、ピント合わせたり、いろいろ試行錯誤したんですが、真ん中のね、こいつにピント合わせて撮るのが一番いいことに気づいたので、こいつにピント合わせます。ほんで、こうやって、ね、手をこう上にグッと上げて撮っていきますと。ほんでこう今回オールドレンズでマニュアルで撮るから、こうやってね、腕を上げてプルプルした状態で、ね、ピント合わせるのが、ね、非常に困難です。なんですけども、この右側に斜めになってる UFO の中の電球部分に頑張ってピント合わせ撮っていこうと思います。で、設定していきます。今回はね、ちょっとさすがに手をね、こう上に上げてプルプルした状態で撮るので、確実にね、手ぶれしてしまうということで、今回はね、ちょっと画質は妥協しようと思います。手ぶれしたらね、元も子もないので、ということで、この設定で撮影場はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、ちょっとなんか UFO っぽい感じの写真になったのではないでしょうか。そしてボケがめちゃめちゃ綺麗。やっぱこれヘリオスのオールドレンズならではのね、ボケ感なんじゃないでしょうか。いい感じや。なかなかこうね、電球部分にピントをバチッと合わせるのが非常に難しかったんですけども、なんとか多分合ってると思う。よきよき。ということで、もう撮るもないので終わります。わー、うわー、いっぱいおる、いっぱいおる、映ってますか、こんにちは。あー、怖い、なんか怖い、なんかこの猫全然可愛くないねんけど、この猫、猫やんね、もうここまで行ったら獣やね。でもこれ誰やの餌やったやつ、やめときよな。あー、これ皆さん見てください、これ猫か、これ。おい、ユートビーと申しますが、ご機嫌いかがですか。天然グッドっていいですか、猫さん。猫じゃない、やっぱりこれもしかしたらパンダかもしれへんな。黒と白のこの2色の動物って言ったら多分パンダですね。すごいな、こんなところにもパンダがいるという事実。あ、動いた動いた動いたぞ、やばい、どこ行くんや。いや、パンダじゃないぞ、パンダに似たなんか生き物だよな、新種かもしれないですね。うわー、長い伸縮時代の生き物ですね。はい、ということで、本日は夜景をね、このオールドレンズ4300の激安レンズを使って撮りに来てみたんですけども、いや、なかなかな、ちょっとどこ行くねん、どこに、あー、どこに、すぐ上にもおるぞ。さっきの生き物の仲間でしょうかね、あれは。何の話だっけ。そうそう、あのね、オールドレンズならではのね、いい写真を撮れたのではないからと思います。いや、もうちょっとだよ。
っち向いた。せっかくなんでちょっとオールドレンズの映像で撮っとくか。今オールドレンズに切り替えました。ヘリオス44号機の新種のライオンでございます。今もねこの映像めっちゃ綺麗に映ってると思うんですけども、このね綺麗な映像がなんと4300円で撮れるという事実ですよ。皆さんぜひね中古カメラショップとかでオールドレンズね探してみてください。ヘリオス44僕個人的にやっぱり好きですよ。過去に梅の写真を撮った動画が上がってるんで、その動画見てもらった方がねぐるぐるボケのいい味は出てると思います。ただ今回のねこのノスタルジッキーな夜景の雰囲気でもねあったのではないかなと思います。ポートレートとかで使ってもねいいと思いますよ。ということでちょっとこいつにあんまり近づきすぎるとやばいやばい食べられる可能性があるのでね逃げようと思います。今回はここで終わりです。さよなら。やばい、うわうわ、危ない危ない、